はい、皆さんこんにちは。今日もワイルドウエストダイナスティやっていきたいと思います。前回の続きですね。そしてまず始める前にですね、こちらの方まだアーリーアクセス始まってですね、1日ぐらいしか経っていませんが、評価の方が500ぐらいかな、500ちょっとついてるんですが、そちらの方の 25% ぐらいしか高評価がありませんね。いろいろ見ていくとバグが多いとかグラフィックがしょぼいとか、そういうことがいっぱい載っていました。ちなみにツイッターの方にもこちらのパブリッシャー様の方からいろいろ載っていましたが、まあ、外人さんもまた2年後に会いましょうとか、なんだろう、もうこちらのゲームの話はせずにですね、メディバルダイナスティの2がいつ出るんだとか、そういう話にもうなっていました。まあ自分もちょっとなんだろう、この動きはとか思うことは多々ありますが、まあこれせっかく始めましたんでね、行けるところまで行ってみたいと思います。まあそのうちどうだろう、どれぐらい変わるかわかりませんが、良くなることに、期待しましょう。ひょっとしたら開発の方がなくなってしまうとか、そういう可能性もありますが、まあせっかくですのでこのまま進めていきましょう。なんとなくですね、昔のファミコンを思い出しますね。昔のファミコンもなんか、こんなんで発売するのとか、こんな状況でいいのっていうような状態でも、ただ出ていましたので、なんとなく懐かしい気がします。では行きましょう。今のタスクとしてはカレンに話しかけろというところですね。この人なのかな、なんか前回女の子とかに話しかけても全然進みませんでしたので、あ、カレンさんいた。よかった。さあ、相変わらずの方、チャットの方はもう、読む気もありませんので適当に飛ばしていきましょう。このなんだろうね、この会話上の方をクリックしないと次進まないとか、これもどういう意味かもわかりませんが、まあ、これはもういずれですね。なんだろう、修正されることを願いましょう。まあ自分てっきりですね、パブリッシャー様の方が一緒だったので、メディバルダイナスティの方と一緒かと思いましたが、開発が全く違うということですので、期待してたよりかはちょっと残念ですね。なんか今後出るやつも、戦国のやつとかも期待してるんですが、よく見ると開発が違いますので、ちょっと怪しいところも出てきました。さあ、ジャーナルということで、生き残るのは成功への一歩に過ぎないと彼らが言っていたことがあれば、彼らは嘘をついたり、それは多くのステップ、異なるステップですと。それは必ずしも簡単ではありませんが、常にやりがいがあります。ジャーナルを開いて、いつでもメインクエストを進めるか、面白いサイドクエストを進めるか、またはチャプターの進行と発展を要求するものかを決めてくださいと。あなたはあなたの道を選びますよということで、ジャーナル開いてメインクエストなどを選べますよということですね。ジャーナル開いてみましょうか。あ、その前に、どうやって開くんだ？ジャーナルの開き方がわかりません。ちょっと忘れてましたが、このゲームキーコンフィグとかも全くありませんので、何ボタンが何かちょっとわかりませんね。一応ジャーナルの方は、まあ、タブで出せることがわかりましたので、これを進めていきましょう。主にですね、サイドクエストとかはほっといて、メインクエストを進めていくという感じにしていきたいと思います。ということで、これですよね、きっと。で、あとは何をしていけばいいんだ？次、カレンさんと話したので、マーク・ハリソンさんに次話すのか。矢印はこっちの方だな。赤いところを目指していけば大丈夫だと思いますので、進んでいきましょう。よいしょ。さあ、あと、なんだろうな。武器でなんか弓矢を作れ的なのが前あったと思うんですが、まだ作ってませんね。銃はどうするんだ？あ、違いますね。あれ、なんか、インベントリーが出てたような気がしたのにな。前回インベントリー出てましたよね、下の方に。やばい、どれかはわからなくなった。さあ、まあ、いった。とりあえず、こちらの方に進みましょう。100メーター先かな。体力あるので、あんまりいけませんが、進んでいこう。まあ、確かに画面も、どうなのかな。
現代風から比べるとちょっとしょぼい気もしますね。なんか浮いてるような感じもせんでもないですけど、まあ全然自分的には大丈夫ですね。やっぱグラフィックよりも操作性が自分的にはまだ改善してほしいなと思います。あと、ちょっとカクつくところですね。現代のものでも移動。おお、びっくりした。なんだこいつ。お、危ない。怖い、怖い、怖い。ダメだ。斧では倒せない。斧でも倒す。あ、倒せるの？斧倒せる？嘘。鹿突っ込んできましたね。よいしょ。どこだ？見失った。さあ、ちょっと待ってよ。クラフトかなんか、どれかに弓矢とかあるのかな？あ、これリソース系ですよね。あ、矢はあるけど、レシピがないと。武器は、あ、弓矢あるけど、レシピがないと。あ、ナイフ作れましたね。ナイフちょっと作っていこう。で、こいつを装備しないといけないんですけど、ストーンナイフって攻撃するやつかな？どうやって装備するんだ？ 3 番、あ、3番のところでいいか。で、3番押す。これで戦えるかな？さあ、なんかわかりませんけど、鹿さんめっちゃ攻めてきましたね。よしよし、あと10メーター。え、ここ？ここに何があるんだろう？これサイドクエストなのかな？すいません。これちょっとサイドクエストかもしれませんね。ここでなんか、あ、白ということで、赤い、真っ赤っかが、そうか、真っ赤っか、おー、また鹿さん来た。来たけど、めちゃくちゃ動き早い。なんだこれ。さあ、これはこのままでいいでしょう。真っ赤っかがメインクエストなんですね。ということで、真っ赤っか目指しましょう。どこだ？真っ赤っか。真っ赤っか、え？真っ赤っかない？真っ赤か、わからないな。さあ、困ったな。ちょっとマップ開いてみましょうかね。これがあるので、これかな。ということで、このまま少し左を向いてまっすぐ行けば着く。あれ、これさっきのやつですね。どこだ？ちょっと迷子になってしまいましたので、一応、いろいろ行って向かっていきたいと思います。さあ、もう少しですね。ここの30、あ、あの人だ。あの人と話せということで、この人と話していきましょう。さあ、目つきちょっと悪いですね。はい、話していきます。あ、これももう適当でいいや。さあ、カレンから来たんだよ、みたいな感じかな。あ、次は何をするんだろう。ニューカマーということで、なんかむちゃくちゃタスク出ましたね。これもなんか、どうなんだろう。ジャーナルちゃんと言ってるのかな。これ終わってますよね。あ、スティックだ。これどういうことだろう。枝を20個集めましょうみたいなやつがありますけど、これもう一回話す？違う。さあ、誰にどうしていいのかがわからなくなりましたが、まあこれ全部集めてこいってことなのかな。こちらの方ではコレクトログズとか、クラフトアックス、アックスとか作りましたよね、確か。いろいろちょっともう一回作れってことなのかな。一回作っていこう。これでアックス作る。チェックつきましたね。で、ハンマーももう持ってんだけどな。ハンマー作る。さあ、これで OK ですね。で、木を5個以上倒せとありますので、ちょっと木倒していきましょうか。よしよしよし。これならすぐに行けそう。この細い木もいいのかな？この細い木はダメ。よし、スカスカですね。よしよし、木をぶっ倒そう。はい、トゥリー。よいしょ。さあ、これ、むっちゃめり込んでるな。さあ、これで、OK。さあ、とりあえず、あとは何本？ログを取らないといけない。よいしょ。まあ、こんなこと言ったら、もともこもないですけど、メディバルダイナシティの、なんだろう、システムそのまんまでも良かった気もしますよね。こういう、木の切り方も大体同じですもんね。よし。さあ、これ、でっかいログ取る。ああ、転がっていくね。転がっていくよ。さあ、これ取る。よいしょ。あと2つですね。ログはあと2つ取っていかないといけない。さあ、木を切る。ちょっと、あれかな？音もずれてますね。よし、OK。さあ、これでカットダウンのツリーが5個なので、あとは木をガンガン切っていきましょうか。よいしょ、何個だ？これで3本と数えるのかな？ちなみに、斧とかの耐久度はあるのかな？ちょっと見てみましょう。斧とかは耐久度なさそうかな？なさそうですね。一回作ればいいみたいですので。
ハンマーだ、これ。これハンマーだ。間違えた。あ、でも、耐久値ありますね。右下の方のやつを見ると耐久値あると。あれ？ハンマーどこ行った？ハンマーなくなったのか。ストーンハンマー、アックスが壊れたかな。3番に入れていくと。あ、そういうことね。あ、ちゃんと耐久値ありましたね。よいしょ、これで5本目かな。よし、5本目。次にビルド、アニマルトラップ。アニマルトラップを作れと。どれだろう？ツールサバイバルかな。これですよね。これアニマルトラップ。ウサギさんの罠かなんかかな。で、これを B でなんか、設置するんですよね。キャンプファイヤーテント。これかな。よし、これをどっかに置いとけばいいんだよ。えい。次になんだ？ハントはワイルドアニマルと。そしてスキンはデッドアニマルと。まあ、皮を剥ぐところかな。井戸を建てろ。そして家を建てろ。あとはなんだ、ベッド。ということで、自分の拠点をどっかに作らないといけないみたいですね。どこに作ればいいんだろう。このキャンプの近くに勝手に建てましょうか。いや、建て方わかるかな？大丈夫かな？食べ物が今、ハンガー全然ありませんので、食べ物を食べていこう。これですね。ブレッドも食べればいいのかな？全然お腹が膨れないけど。大丈夫かな？エッグ、ベリーがありますね。ベリーは、メディバルダイナシティでもだいぶお世話になりましたね。ああ、そしてこれは何だろう。で、鹿の肉ですね。これは焼いてあるのかな？勝手に、あ、違う違う。これ焼いてない。生だ。ポイズン。なるほど。食中毒ですね。ああ、なんかヘルスが減った。ということで、結構生で食べるとリスクが高い。よいしょ。さあ。よしよ、木を切って、まあ家を建てるならやっぱりログですよね。で、この取ったら一回一回なんか止まるのをやめてほしいところですが、まあ仕方ありません。で、どうするんだ？ビルドでファニチャー、サバイバー。家がないな。家はどこなんだろう。あ、そっか、ハンマー持たないといけないですね。ハンマー持って、ビルド。これが何？シティ。お、シティ作れるの？ということで、どれだ？ウェアハウス、倉庫ですよね。シティ。フロア。これ何？プロダクション。キャンプ。フロアかな？なるほどね。5×6。5×9。ちょっとでかいのか。5×9。12。一番広いのが12ですね。素材か。あ、ちょっと待って。これ、ブループリント設計図がないから、まだできないよって言われてますね。いや、困ったな。はい。ということで、家はまだ建てられないみたいですね。いや、ということは、この黄色いなんかマークの人いっぱい見つけてなんかしていかないといけないのかな。ジャーナルの方でちょっと確認してみましょう。メインは、どこまで進んでるんだ？これか。あ、ちょっと待ってよ。これは終わって、上から行くと違うな。え、これなんだろう。終わって、でもうチェックマークみたいなのつかないんですかね。で、終わってないのはこれか。Find the deer hunting spot。で、他は何？これは。これ話すやつからちょっと行くか。話すやつからちょっと行ってみましょう。話すのはどこ？赤色だからここか。230m ぐらい。でもこれさっきのなんか、さっきの場所に行くんじゃないのかな。他はないです。あ、あったあった。危なかった。やっぱりこっちだ。あ、さっきの女の人かなんかかな。この人もなんかクエストの人っぽいですね。ちょっと話しかけていきましょう。さあ、ドクターですね。よいしょ。さあ、もうこれ、あ、結構長いな。どうすればいいんだ？よいしょ。さあ、文章は適当にいきましょう。さあ、これでなんかニュークエストをもらいました。ただしちょっとほっときますけど。どこだ？ここですかね。ここの近くにいるはず。よいしょ。あれジャンプ力減った？ジャンプ力減ったのか。どういうことだろう。重きしジャンプできたと思ったんですけど、できなくなりましたね。この納屋にいるのかな？これ、ピックアップですよね。話せじゃないんだ。やばい、これ何のクエストが進行してるんだろう。赤色。さあ、まあ、わかりませんので、とりあえず行くか。で、あの人か。カレンさんではないんですね。
この人が、やばい、動けない。名前が出ない。さあ、話していきましょう。さあ、ハローって言ってみますね。ニコレット。ニコレットさんか。ニコレットさんは何の人なんだ？でもな、おかしいな。タスクの方は違うんだよな。リジーさんみたいな人になってるんですけど。やばい、これ一体何が進んでるんだろう。何のクエストが進んでるのかが、これか。この人ですね、きっと。ああ、そうか。そういうことね。あ、これ、ああ、違うのかな。ちょっと何がどうなってるかわかりませんが、まあいいや。4メーター。またもう一個拾う。マグを拾えがあったぞ。で、リジーさんはどこなんだろう。リジーさん、まあいいや。とりあえず赤いところを目指していきたいと思います。よし、こっちにもまだ赤いところあるんでね。赤いところを目指しておきましょう。そのうち、ね、どれかが正解になるでしょう。また違う人だな。さあ、これもハローって言ってますね。さあ、スノーザ、いびきかなんかかな。なんこれ、マグをとりあえず集めるみたいですね。マグを集めるイベントなんだな。よしよし、何個集めるんだ？よいしょと。どこだ？ここですね。この中にもマグがある。あれ、マグないぞ。よいしょと。あ、違う、マグじゃない、この人だ。あ、カレンさん。カレンさんのやつがまだ終わってなかったのかな？あ、これで OK。いや、早く家建てたいですよね。やっぱり自分の家を建てたところからがスタート的な感じですので、とりあえず家建てるのを目標に頑張りましょうか。よいしょ。あ、なんか鞭打つような音が聞こえた。これでマグ、桶かな？桶かなんかが作れるようになったんですよね。Go to an elevator location に行くって書いてあるのかな。赤いところ、ここですね。500もあるの？めちゃくちゃ遠いな。さあ、ちょっと遠いですが、行ってきましょうか。さあ、なんとですね、吊り橋のところまで来ましたね。そして、橋の向こうには誰かが待っています。危ねえ。なんかもう崩れそうな橋でびっくりした。この人に話しかけて、次に行くみたいですね。よいしょ。さあ、ロジャー・ゲイツかな。この人に、こんにちはっていう挨拶してますね。リペアーなので、修理してくださいか。そんな感じなのかな。あ、あっちに行けと。で、これはこのまま進めばいいんですね。あ、なるほど。このエレベーターを直すのか。直すにはどうしたらいいんだ？ドイツだ。これですよね。あ、危ない危ない危ない。落ちる。びっくりした。これじゃない。どうすんだろう。あ、なるほど。一応タスクはまた分かれてましたね。ロジャーともう一回話せということか。さあ、びっくりした。さあ、落ちそうになってちょっとびっくりしましたが、話していかないといけないってことですね。よし。さあ、これで OK。How old are you? って何歳だっていうのを聞いてますね。さあ、これで OK。どんどん行こう。ああ、お母さんが死んじゃったんだよ、的な話してるのかな。さあ、おっと、なんかイベント終わったよ。さあ、そしてもう一回ロジャーと話せ。リージーはどうしたんだろう。さあ、エレベーターの修理はどこ行った？フィックスイットなので、how to fix it なので、どうやって直すの？あ、知りたいですか？的な感じなのかな。さあ、もうこれでいいや。で、次に、インベスト、調べるのか。エレベーターを調べようと。で、これで調べると。おー、なんかメーターっぽいの出ましたね。で、これ調べ終わったので、またロジャーさんと話してくださいと。はい。話すと。エレベーターのことで、get it going again. Any ideas? なんか、知恵はないか的な感じなのかな。進めていきましょう。もう、とりあえず直す方法分かればそれでいいかな。さあ、よいしょ。さあ、これで OK。Find the Lumber Jack Camp。ということで、木を切るキャンプ場を探しなさいと言ってますね。お、ズボンとか。ホルスターまたあったな。ホルスターめちゃくちゃありますね。ホルスターあっても、なんか銃の弾が、ああ、むっちゃある。むっちゃゲットしてますが、これ勝手に取っていっていいのかな？よしよしよし、いいね、いいね。あ、やばい。
重さが75キロを超えてしまったのでもうダメですよと言ってますね。ということでお腹も減ってるので勝手にこれ食べて少し軽くしましょうか。バタークッキー、あ違う、バタークッキー食べれない、なんで、え、バタークッキーはダメなんだ。クラッカーは食べれますね。ただこれを食べたところでそんなになんともならない。こいつはいらないな、もう。ヒューでドロップ、ホルスターはいらない。ホルスターがなんか3つか4つ持ってるんですよね。ここはありますよね。ということでこれも捨てていきましょう。トラウザー、ズボンですね。これプライス、こっちの方がしょぼいやつなので、シャツとかもいっぱいあるんですけど、まあどれ捨てていいのかがわからんな。缶、豆ですね。あとは水筒があった。あ、テントもある。釘。あー、やばいな。荷物がいっぱいすぎる。卵もどこかで取ったと。スティック、プランクかな。プランクちょっと捨てましょうかね。ただこれどうやって個数分けるんだろう。スイッチカテゴリーかな。A か D で分けれますよと。あ、なんか、あ、そう、これか。スイッチカテゴリーはこれなのか。ログも捨て方が、わからんな。一個単位で捨てたいんですけど、うん、まとめて捨てそうな勢いですよね。ということで、もうどうしようか。バタークッキー、肉、バイソンミート。あ、そうだ、なんか、あれか、斧とか、ナイフとかいっぱい作ったので、あ、ここにもあるな。ウッドハンマーも2つぐらい作ってるので、これ捨てていきましょう。よし、これで OK。なんか他に漁っていくか。うん、ここにはないですね。ここも、あ、もうないのかな？もうないと。よし。では、次に、ランバージャックキャンプを見つけていきましょうか。よいしょ。どこだ？ランバージャックキャンプ、ま、これかな？これウッドミルですね。ランバージャックキャンプはまだ見つけてないのかな？これなんだろう、これ。これ丸ついてるのが何かわかりませんが、そういうことかな？近くなのかわかりませんね。とりあえず降りていきましょう。よいしょ。さあ、これ、大丈夫、あ、やばい。危ない。引っかかって進めないかと思った。これどれぐらいの、危ない。どれぐらいの高さで落ちたら死ぬのかがわからないから怖いですね。あ、しかも引っかかってる。なんか、わかる人にはわかると思うんですけど、昔あったスペランカーとかは、ほんのちょっとちっちゃい谷間から落ちただけでも死にましたからね。あれ、やばいやばいやばい、落ちる落ちる。待って、これ、いけない。どうしよう。戻れなくなっちまいましたね。ということで、適当に進んでいきます。はい。ということで、これ崖下に降りたんですけど、積みましたね。まず、ここ、行けない、見えない壁がありまして、逆方向に行くしかもうないんですけど、なんとその逆方向も行けそうで見えない壁があって、ちょっともう行けなくなりました。ということで、スタックした時のやつがありますので、これで戻りたいと思います。よいしょ。これでスタックして戻った。ここどこ？あ、これ。お母さんのところか。お母さんの、馬車のところまで戻るの？これ、そういうことですよね。現在どこだ？ここなので、ああ、そういうことか。最初にアンスタックでやると最初のところに戻されるみたいですね。はい、ということで、今日はなんか進んだのか進んでないのかわかりませんが、進みましたので、またこの続きは次回やっていきたいと思います。それでは皆様、ありがとうございました。